こんにちは。賢者からの3つの教え、解説の時間です。本日も第4章試練118ページから解説していきます。5、親会社に提案しても受け入れてもらえないという発想を捨てられるか。失敗する人、仕事を受け身で行う人。受け身で仕事をする習慣が身につくと、親会社に何か提案して受け入れてもらえないことが起きると。自分は提案をするべき立場でない。自分が何かを提案しても到底受け入れてもらえないと諦めるようになります。一度自分では何も変えられないと思い込むと、何かうまくいかないことが発生したとき、それは自分の提案を受け入れてくれなかった親会社のせいだという発想につながりかねません。中小企業の経営者であっても、銀行がお金を貸してくれない、何度説明しても理解してくれないなどということは日常茶飯事です。創業経営者であっても、このような思考法に陥ることがよく起きます。自分が思考の罠に陥っていることに気づいていないため、中小企業の状態から脱却できないのです。成功する人、仕事を能動的に行うリーダー、自分が経営者であると認識すると受け身ではいられません。また、一度や二度自分の提案を受け入れられなかったからといって、そこで諦めるわけにもいきません。経営者として能動的にビジネスを進めるリーダーは、一度や二度提案を拒絶されても諦めず、自分の提案を実践し、改善を続けることによって成功するまで、自ら道を切り開いていく人です。自分が真の経営者であると認識すれば、道を切り開き、社員を導いていく人は、自分以外にいないことに気づくはずです。では、ここまでの解説を、久野会長、お願いします。はい。自分とですね、親会社の関係。親会社は何かを制約してくるもの、もう敵になるかですね。協力者なのか。どっちがいいかって言ったら、協力者の方がいいに決まってるんですね。でも多くの人にとって親会社っていうのは自分の行動を制約してくる人、無理難題を押し付けてくる人、あれ出せこれ出せって言ってくる人、もう全部こっち。これだとですね、うまくいかないんですね。親会社にはたくさんのリソースがある、人もたくさんいるし、上手に使えば徹底的にこう協力者になる。これ自分との中小企業の経営者がですね、対銀行との関係も同じで、自分が正しい、いい経営をすると銀行は協力者になるんですけど、そうじゃないとお金貸してくれない。自分のビジネスに対する制約条件になっちゃうんですね。で、これの違いっていうのは、対親会社に対して、能動的に働き続け、圧倒的に、彼らにとっていいものを、子会社としてね、提供してあげると、親会社は、どんどん協力してくれるように。これに対して自分がいい働きをしないと、どんどん制約条件になる。あれを出せ、これを出せ、あれをしちゃいけない。ね、これはね、成果が出てない。成果が出てないとこっちになり、成果を出す人は親会社をどんどん協力する。究極的にはここなんですね。ということは、今自分が対親会社に対してどういう関係にあるのかが、今自分がうまくいってるかいってないか。親会社のせいでうまくいってないんじゃなくて、親会社を徹底的に使い、徹底的にうまくいけるように、圧倒的成果を出していくと、協力してくれるようになるんです。この協力してくれるかどうかは、自分が主体的に働いてるか、受け身で能動的に働けず、受動的に働いてるかによって、相手の態度も変わっちゃうんですね。もうやることはですね、主体的に働き、能動的に働く。親会社を自分の協力者に変えていくしかない。これがポイントです。